どうもゴロです。本日はですね、まあ題名見たらわかるとは思うんですけど、ゴローズベストセレクション、食事編ということでやっていこうと思います。まあ何かというとですね、私フィリピンのね、ダバオっていう町で7年か8年ぐらいですかね、まあ暮らしてきました。でその間にまあプライベートではありますけれども、自分の携帯でね、スマホの方で。写真の方をね、もう何百枚ってもう千枚近くですかね、撮ってきたんですよね。で、その写真全部保存してまして、その中からね、僕がおすすめする食事の写真の中から10個選びまして、まあ、ランキング形式で皆さんにその写真をね、見てもらおうかと思います。それでは、楽しんでください。どうぞ！それでは始めていこうと思います。まずはね、第10位はこちらなんですけど、まあね、いきなりね、フィリピン料理ちゃうんかいと言われそうなんですけど、まだ10位ですかね。はい、ダバオでもね、本格的なスパゲッティパスタっていうんですかね、食べれるんですよね。めちゃめちゃ美味しいし、日本でもね、なかなか食べれないぐらいの美味しさなんですよ、これが。はい、なんでこれは10位にさせていただきました。サクッといきますね。次、9位、こちら。これね、今見てもらってるんですけど、これ皆さん何か分かります？これね、実はカエルなんですよね。カエルのね、唐揚げになってて、もう骨までもうサクサクと食べれちゃうんですけど、結構ね、これが美味しい。うん、値段はね、時間になっちゃうんですけど、ダボに来たらね、ぜひタイミングもあると思いますが、食べてほしい一品になってます。8位はこちら。どうですか、これ。もう満点のね、もうシーフードといえばね、ダバオになるんですけれども、生牡蠣です。はい、でね、もうこれ僕の一緒に YouTube やってるヨッシーがね、食べ過ぎてね、こんな感じになりました。皆さんね、食べ過ぎないように、はい、お願いします。続きまして7位はこちら。次はね、中華になってますね。はい、これ小籠包なんですけど、これめちゃめちゃ美味しい。僕ね、人生で小籠包初めて食べたのがダバオなんですけど、ダバオでこんなにうまいもんあるんかっていう、中華でね、思いました。このね、店はね、すべて美味しいっていうね。うん、ぜひね、ダバオに行った際は食べてほしいですね、これ。はい、第6位はこちら。これね、ブードルファイトって呼ばれてて、バナナの葉っぱにね、ご飯バーって乗せて、まあ、見たままなんですけど、その上に好きなね、家庭ごとに違う具材を乗せて、バーベキューとかなんかいろいろあるんですけど、乗せてみんなでこれを手で食べるっていうスタイルがね、フィリピンではもう昔からありましてですね、これ意外と美味しい。うん、だからこれはね、フィリピン料理の代表的なものだと思うんで、まあダバオじゃなくてもね、フィリピンに行った際はぜひ食べてほしいと思います。5位はこちら。どうですかこれ。まあまあまあ、これ日本食、唯一入ってる日本食にはなるんですけれども、これがね、やっぱりダバオに住んでるとね、たまにはね、日本食が恋しくなったり、お寿司食べたいなって思う時もあるんですけど、あとね、まあマニラとかセブとかと違って、ダバオってまだまだね、田舎のイメージがある方もいると思うんですけど、こんだけね、立派なお寿司食べれるんですよ。はい、だからこれもね、街の中にありますんで、ぜひ行ってください。どんどんね、順位の方も上がってきましたけれども、第4位、4位はこちら。これもね、フィリピンではおなじみの朝食のスタイルになってますね。でもね、これマジでね、美味しいんですよ。ガーリックライスにね、目玉焼きが乗ってて、残り一つは、今回写真はベーコンなんですけど、これソーセージだったりとか、もういろんな種類のね、朝食のセットがフィリピンではあります。タパとかね。はい。これがね、また綺麗な海のね、見えるとこで食べる朝食が美味しいんですよ。はい。行きましたね、とうとう、トップ3。とりあえずね、見てもらおうと思います。3位はこちら。これもわからないですよね、写真見ただけでは。うん、これね、ナマズなんですよ。ナマズを串刺して、もうグリルっていうか、バーベキューね、焼いただけなんですけど、まあこれがめちゃめちゃ美味しい。白身でね、嫌なイメージ、臭みがあるとかって思う人もいると思うんですけど、ここのね、ダバオで食べるナマズっていうのはもう臭みもないし、もう本当に美味しいです。ぜひこれもね、食べてほしいと思います。はい、来ましたよ、次第2位ですね。第2位はこちら。
まあ、これもね、写真見ただけではね、何やこれはと思う人もいると思うんですけど、これアドボなんですよ。普段ね、フィリピンに行かれる方は分かると思うんですけど、アドボっていうね、あの国のフィリピンのね、料理があるんですけど、それとはちょっと違って、普段はね、あの鶏肉とか、豚肉を使うことが多いんですけど、これはイカですね。イカのイカ墨煮みたいな感じです。これね、マジで米が止まらないんですよ。はい、ぜひ食べてほしいと思います。はい、来ましたね、とうとう堂々の1位ですよ、僕からしたらね。はい、堂々の1位なんですけど、こちら、はい、カニさんですね。もうこれね、マジちょっと高いんですけど、だいたいね、これ今写真見てもらってるので、1キロぐらいのカニなんですけど、これで多分2500ペソぐらい2人分でしちゃうんですけど、まあうまいです。もう日本で食べるカニより、僕はこのカニがもう100倍好きで、もう1回食べたらもうやめれない。はい、まあ、ちょっとね、値段張るっていうこともあってね、毎日は食べれないんですけど、はい、これはね、絶対食べてほしい一品になってます。皆さんどうだったでしょうか。今見てもらったのは、あのダバオでね、僕が撮ってきた写真、この8年分のね、写真から選んだ10個の写真なんですけど、こっからはね、番外編ということで、同じミンダナオ島にあるジェンさんっていう場所にね、僕が撮ってきた写真を見てもらおうと思います。まずはこちら、もうイカの丸焼き、うん、これやっぱりジェンさんもすごいシーフードが有名で、海も綺麗やしね、そこで取れるもう新鮮なイカのね、ハーフクックって言ってね、火を入れすぎずミディアムレアぐらいで焼いてもらったイカなんです。これマジで美味しいですよ。はい、次はこれ、これはね、もう多分見た感じで分かると思うんですけど、シシグですね。でもね、これ普通のシシグじゃなくて、なんとティラピアっていう魚のね、淡水魚ですね。これも多分ミンダナオでしか食べれないんじゃないかな、分かんないですけど、はい、これめちゃめちゃ美味しかったです。はい、で続きまして、次も、はい、シシグいきます。どうぞ。どうですかこれ、分かります皆さん、何のシシグか。見た目的には多分分かんないと思うんですけど、これも珍しいのかな、マグロの卵巣のシシグになります。これ甘辛いタレと一緒にね、もうご飯も進むし、ビールも進むし、もう最高です。はい、ダボでは僕食べたことないですね、まだ。はい、続いてはこちら、これね、ラプラプっていうね、ダバオではかなりね、高級魚とされてる魚の一つで、まあ、フィリピンで全体で多分高いと思いますね。あの金目鯛みたいな味で、白身でね、すごい美味しくて、もうこうやって焼いただけなんですけど、ご飯バクバクいけるし、もう刺身も実は美味しかったりするんですよ。はい、そして番外編の最後はこちらです。これね、貝の名前ちょっとよくわかんないんですけど、ハマグリかな、ハマグリみたいなやつの結構大きいんですよ。本当にこれぐらいで、身もしっかりしてて、もうこれビールとね、お昼から僕いつもこれとね、ビールで飲んで食べてました。はい、美味しそうでしょ。ということで、どうだったでしょうか。完全にね、僕の独断と偏見で選ばせてもらっただけなんですけど、ダバオってね、結構いろんなね、食べ物もね、日本食からイタリアン、うん、中華、それこそね、フィリピン料理の方もマニラとまだ違った味付けでね、日本人にはめちゃめちゃよく合うんですよ。はい、なんでぜひね、ダボに行った際は食べてほしいなって思います。はい、今回の動画良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではバイバイ。